雨谷和樹は、茨城県桜川市出身の競輪選手。日本競輪学校第96期。日本競輪選手会栃木支部所属。ホームバンクは、宇都宮競輪場。師匠は、飯島のりゆき。作新学院高等学校出身。2008年、アジア自転車競技選手権大会、ジュニア部門、チームスプリントで、後に、 競輪学校で同期となる、深谷智博らと共に優勝に貢献。その後、競輪学校に、第96期生として入校。2009年7月29日、大宮競輪場でデビューし、初勝利を挙げる。2010年、ACC トラックアジアカップ 1km、タイムトライアルで優勝。2011年、アジア自転車競技選手権大会で、チームスプリント2位。 2012年、トラックレース世界選手権、チームスプリントに、中川聖一郎、渡辺一世と共に出場。予選及び3、4位決定戦において、いずれも日本新記録樹立に貢献。後ナショナルチームから離れ、競輪に専念。2021年10月3日、ティップスタードーム千葉で開幕した250競争、ピスト6チャンピオンシップにおいて、第1回覇者となる。 ありがとうございます。